マーク・トーマス・デローサはアメリカ合衆国ニュージャージー州出身の元野球選手。右投げ右打ち。ポジションは内野手。登録ポジションは内野手で二類手が本職だが堅実な守備と複数のポジションをこなす器用さが魅力のユーティリティープレイヤー。ペンシルベニア大学時代はアメリカンフットボールでも活躍した。1996年のドラフトで アトランタブレーブスから7巡目指名を受け入団。1998年に同球団でメジャーデビュー。2004年はサード定着が期待されたが前半戦の打撃不振により2002年からレフトにコンバートされていた主砲チッパー・ジョーンズがサードに再コンバートされたため後半戦からは代打や守備固めでの起用がメインとなった。 2005年にテキサスレンジャーズへ移籍した。2006年オフにシカゴカブスに FA 移籍した。2007年は完全に二類指定着かと思われたが、クリフ・フロイドの不審や故障者との兼ね合いもあり、センターピッチャー・キャッチャー以外のポジションを守ることも多かった。そんな中、自己最多の149試合に出場し、打率。 293.2年連続の2桁本塁打となる10本塁打72打点、出塁率は自己最多となる371をマークした2008年はカブスでユーティリティプレイヤーとして2塁で95試合、外野で65試合、3塁で22試合、1塁で1試合、遊撃で1試合に出場シーズン通じて好調を維持し得点 二塁打、三塁打、本塁打、打点、盗塁、死球、長打率、塁打数など、多くの部門で、自己ベストないし自己ベストタイの成績を記録した。2008年12月、マイナー3選手とのトレードで、クリーブランドインディアンスに移籍。しかし、チームが低迷していたため、2009年6月28日に、トレードで、セントルイスカージナルスに移籍した。 2011年12月22日、ワシントン・ラショナルズと1年契約を結んだ。2013年1月22日、トロント・ブルージェイズと1年75万ドルで契約。2013年11月12日、引退を発表した。ありがとうございます。